はい、おはようございます、今からはですね、夫婦で一緒にバルトロを揃いできて京都へ髪の毛を切りに行きたいなと思います。バルトロの黒僕持ってますね。こっちも黒ですね。はい、ではお揃いでいきたいなと思います。今日僕はカットするんですが、君はどうしますか？ヘッドスパしますか？しませんか？わかりました。では行きます。はい、それでは京都到着しました。お揃いのバルトロで、今日は今からは何のランチ食べるんですか？この前行った美味しいランチ、イタリアのな、そうそう、おっさん教えてもらった、うん、ほんでさ、うん、よう考えたらさ、うん、これあの新年初の夫婦動画になってるから、ちょっと挨拶だけよろしくお願いします。そうですね、はい、はい、新年明けましておめでとうございます。ペコリ、私もよろしくお願いします。ペコリ、はい、ではランチに行きます、はい、グラレスト。うわ、めっちゃ飯が綺麗。見て。いるっすか？いるね。絶対飛ぶわ。絶対飛ばす。どうですか？うん、楽しい。京野菜。なんかいっぱい野菜入ってる。嘘みたいに女子しかおらん。めっちゃうまそう。これ何やったっけ？ブリュレ、栗のブリュレ。あ、どうぞ、いただきます。ありがとうございます。いやー、うまかったな。美味しかった。ごちそうさまでした。何が美味しかったですか？ごちそうさまでした。パックのパスタ、パスタうまかったし、うん、デザートもうまかったな。うん、デザートも美味しかった。あ、でしかも声かけてくれた人がまた良識のある美男美女カップルですね。めっちゃ美男美女カップル、やばかったね。そういう良識のある人からのお声はいつでも大歓迎しておりますということでね。今から美容室に行きたいなと思うんですけども、うん、今日の、バルトロ4ではですね、どんな感じかと言いますと、この人はノースフェイスまみれですね。靴、ブーツ、パンツ、カバン、パーカー、ダムジャケット。バルトロ。前で、これでノースフェイスから1個もスポンサーもらってないから、これがおかしいことやわ。いや、勝手にやってることだから。そっか、確かに勝手にやってるだけや。もっと買ってくれてもいいですね。では、私ちょっと見てもらっていい？はい、これちょっと裏返していい？いいよ。今日はこんな感じですね。もうデニムをこの日のためにというか、このために、オーダーしたんでね、作ってます自分で一から。どうですか？なんかこっから見たら短足に見えちゃう。一周してください。うん、実物の方がかっこいいな。うん、まあ、こんな感じでね、うん、今からあそこ行こうかなと思います。おっさんとこ、やばい、私しか映ってない。手が短いから限界がある。大瀬さんのとこ行って髪切ってもらって、カラーはまた明日別のとこ行くんですよ、はい、いつも行ってるとこだから今日はカラーはせえへんけどカットだけやって、はい、でその後初詣ですね。な、うん、初詣でまだしないから、まあ、人いなかったらしよっか、うん、人おったらやめようか、うん、いっぱいいたらやめよう、うん、って言うてももう1月の6日なんですけどね。まだ我が家は初詣終わってないので、はい、いつできることやらなんや言うてますけども、まあちょっと行こうかな思いますわ。行きます。はい、行きます。買いました、ロンドン屋。これはなんでロンドン屋にしたかというと、嫁が食べたいからロンドン屋にします。これはお世話に渡します。いけるね。車両通、梅蔵さんも一緒に行きます。真剣に話し合う3人。
に。また似合いますね、ほんで、その柄。これですか、これもらったんです。へぇ、牛柄やし。あ、牛柄。1回目やし、一言めっちゃ入れて。お願いします。すみません、お願いします。久しぶり。お願いします。お願いします。お互い、いいですか。あ、すみません、お互い取り合って。この時は出ないんですよね。ここに掘り込んで、みたいな感じ。賞動画めっちゃめちゃ面白かった。ああ、本当ですか。ミクシーが一番高いみたいな。ねえ、僕もちょっと意外やった。意外ですよね。まだね、多分2021年の冬も買い続けると思うんですよね。まだいきます。2022年ぐらいで多分一通り揃うと思うんで、あ、そこからは買いさんかもしれないですけど。はい、それではですね、無事、平安神宮に着きました。初めての平安神宮はこちら、じゃん、真っ暗で閉まっておりますということになっているので、残念ながら中に入れません。初詣はまた後日にしましょう。1月中に行けるかどうか分かりません。2月になるかもしれん、3月になるかもしれん。もはや平安神宮は、次何年後に来るか分からへん。やけど閉まってた。では、帰りましょうということで、今から帰ります。残念。こちら赤生ポポン酢になります。上にはオーバーのけてますので、一緒にお召し上がりください。言った人は将来なくて、びっくりするね。はい、それでは食べてきました。本当に美味しいお店でしたね。本当に美味しい。特に何が美味しかった？全部。俺あの鴨の肉のやつうまかったな。めっちゃうまかった。あれやばかったな。鴨なんかでも私あのブリトロ、うん、のあのカブラのソースつけて食べるやつもめっちゃうまかった。あてか全部美味しかったマジで。なんか店員さんもさ、ニコ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 さ、で最後にさ、あったかお茶もフルーティーで美味しかったよ。そうやね。もう画面真っ暗になっちゃったからこれ終わりや。終わりか。うんだね。はい、ということで我が家の初詣はいつになることやらと言いながらこの辺で終わりたいなと思います。はい、ではですね、2021年初っ端の Vlog、 夫婦 Vlog ということでした。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリ。